一応それぞれの名前とランクを聞いておきたい。あと異常食欲者狩りの経験もな。私の名はミリア。今回の狩りのリーダーをやらせてもらう。ナンバーは6。異常食欲者狩りの経験は7回目だ。私はヘレン、ナンバーは22。異常食欲者狩りの経験はねえ。私の名はデネブ、ナンバーは15、経験は2回。ランク付けなんてあるんだ。するとクレアは？クレアだ。異常食欲者狩りの経験はない。ナンバーは47。はあ？ん？聞いたかよデネブ、こいつナンバー47だってよ。びっくりだぜ、そんな奴に会えるなんてよ。なんだよ、何がおかしいんだよお前ら。クレアをバカにするな。なんだ坊や、知らなかったのか。教えてやるよ。いいか、私らはこの大陸の地区ごとに一人ずつ配置される。やられたり増員されたりすることもあるが、基本的に一地区一人だ。そんでナンバーはそいつの強さを表すものだ。わかるか？そうだよ、この大陸の地区の数は47。つまりこいつのナンバー47は戦士の中で最弱を表してるってわけさ。クレア。